ジカポモンホエクメプテリギーズは、細羽根小鉢科に属する鉢の一種。性別によって大きさが著しく異なる性的不たなりの特徴を有し、オスは2013年時点で確認されている昆虫の中で最も小さい体長を持つ。メスの成虫の体長は平均550メートルである一方、オスの成虫の体長はその40%ほどと非常に小さい。 モキファードやフーバーノイズにより、電子顕微鏡などの近代的な設備によって計測された平均体長は186メートルで、最小は139メートル、最大でも240メートルであった。またメスは羽を持ち飛行能力を有している一方、オスは羽がなく、複眼も単眼も存在しない一方、メスの体にしがみつくための長い足を持つ。 モキファードによる研究では、ビロードチャタテカに属するエクメプテリックスハゲニの卵が宿主となっていることが確認されており、産卵後1匹から3匹のオスと1匹のメスが孵化する。成長し、交尾を得た後、オスは卵から出ることなく死亡する一方、メスは外部へ飛び立ち新たな宿主の卵へ産卵を行う。この性的ふたなりは宿主である卵から得られる。 栄養が限られていることが要因とされており、オスの極端な小ささは成虫となり、交尾を行うために必要な栄養を最小限まで減らした結果であると考えられている。ありがとうございます。